台風情報ですが、台風だいぶ形がはっきりしてきました。はい、雲の動きをご覧いただくと、ほら回ってます、渦ができてます、できてます、だんだん目が見えてきました。はい、ご覧のように、ほら、どんどんなんか発達してる感じがするじゃないですか。現実にですね、ご覧のように中心気圧はやっぱり昨日よりだいぶ下がりました。で、これからどんどん下がるんじゃないのかっていう話でね。今ですらもうすでに大型で強い勢力なんですが、さらに勢力が強まる可能性があるということなんで、本当に要警戒ですね。どう見たって来ますよね、これね。まあ、こっち側たどれば太平洋抜けてくれるかもしれませんが、それでも影響はありそうです。で、今のところ23日の午前3時でこの辺ですから、そうするとまあ朝この番組やってる時にもう まさしく月曜日の朝、そういうことですよね。はい、で、まあ、選挙の当日には22日午前3時だけど、これが刻々と近づいてきますからね。この辺まで来てるとすると昼間、まあちょっと影響出始めるだろうなという感じです。もう今日ちょっと天気がマシなうちに投票に行かれた方がいいかもしれない。そういうことですね。もう午前中に行かれて、午後はゆっくりテレビを見ると。日曜日の話。日曜日の話です。はいはい。で、いや、あのね、こういう話もあります。もう台風、朝日の35面ご覧ください。台風接近、戦艦バタバタ、投票日前倒し、投票所の変更検討ということで、例えば近畿圏でもですね、各地の離島では19日までに投票日の前倒しが次々に決まりました。兵庫県南淡路市の沼島、鴨で有名なところね。そうそう、昔よくあのズームイン朝時代に中継に行ったよなっていうところですけどね、あの淡路島の洲本あたりから船が出てるのかな。沼島では島の投票所から淡路島の開票所まで定期船に乗せて投票箱を運ぶ。公職選挙法によると、交通が不便で投票箱を運べない場合は都道府県選管の判断で投票日を前倒しできる。台風が接近する22日は船が運休する可能性があるために、県選管は沼島の投票日を21日に前倒しということで、沼島っていうのは人口、有権者数が429人だそうですけどね。はい、だから沼島の皆さん、投票日が前日土曜日になりますので、はい、お気をつけください。さて、選挙情勢終盤出てますのが読売と日経です。はい、日経ご覧ください。衆院選の終盤情勢、まあ、序盤とどう変わったかなんですが、序盤と顕著に変わっているのが希望と立憲民主ですね。それ以外はあんまり変わってないかなっていう感じです。今与党300議席迫る勢い保つ。ただね、あのなんか対象って言われてますけれども、うん、実は現有議席よりは自公は減りそうなんですよ。ということで、ちょっとまあ現有がたくさんあるからということもあるんですけども、そうだな、日経の一面見てみますか。衆院の定数自体がまあ10議席少なくなります。これまでの475議席から10減って465議席、ついこの間まで500超えてましたからね。だからまあそう考えるとだいぶ減ってきたかなという感じなんですが、衆院の定数がどんどん減らされてますので、今465議席なんですが、与党の議席占有率は公示前 68.2% だったが、今回の調査結果なら 63.9% に落ちるということで、これ重要なのはですね、 68.2% だと3分の2を超えてますが、63.9% だと3分の2に達しない。なるほど。つまり、憲法改正の発議ができなくなるという、そういう与党の数ということで、まあ、対象って言われてますが、実は現有議席よりはだいぶ減りそうだという見通しみたいですね。読売新聞の一面ご覧ください。はい、自民勢い維持ということなんですけれども、やっぱりね、今接戦、序盤情勢で接戦だったところが、まあ、優勢になったり苦戦になったりしてるんですが、顕著な変化があるのがやっぱりあの希望と立憲民主ということで、小池代表の側近で結党メンバーでもある若狭勝さんが出ている東京10区、ここはですね、序盤の情勢では若狭さんが勝てたんです。ところがですね、競り合っていた自民候補に水をあけられるなど、小池氏が地盤とする東京で伸び悩みが続いていると。で、逆に立憲民主は勢いを加速させていると。同じ東京でね、長妻明代表代行ら3人が終盤になって混戦から抜け出し、立憲民主6人が優位に立っている。比例では希望を上回り、小選挙区選と合わせると希望に匹敵する議席数になる可能性がある。ツイッターの人がこういうのはどうして分かるのってなんか質問が来てましたけど、ね、今回ね、かなり選挙区ごとの世論調査、今回の世論調査はですね、電話で実施されてます。有権者が住んでいる7万5336世帯のうち4万5282人から回答を得た。だからすごい大規模調査なんです。通常の世論調査って何百人とか、せいぜい1000人2000人ですけれども、この選挙前の世論調査って選挙区ごとに、そのぐらいの規模でやりますから、トータル何万人何十万人規模というものすごい大規模な世論調査をかけてます。ただし、世論調査で本当のことを答えるかどうかは分からない。まあ、そりゃそうですよね。で、これも過去のデータがあるんです。
つまり、うん、世論調査をやるとある一定の政治勢力の人たちは組織的に答えるなっていう指示を出してたりすることもあるわけです、うん、そうするとそれも過去のデータで出てくるんで、こういうぐらいの数字が出てくると過去のデータに照らしてここの党派に関しては、まあ、ちょっとこの条例でかけようとかっていう最終的に修正するんですよ。実はですね、新聞も例えば産経新聞と毎日新聞っていうのは同じ共同通信の世論調査のデータを使うんですが、同じデータを使うんだけれども、それぞれの新聞が記者がですね、それぞれの選挙区情勢を独自に調査してそれを加味するから、うん、だからベースの数字は同じなんだけど、新聞に出てる世論調査が微妙に違うことがある。内閣支持率でもそうなんです。だから出てる数字が実は世論調査をした生数字とは違う数字が新聞に出てることもありますから、うん、それは若干要注意で、そのツイッターの方の指摘はいい指摘だと思います。いい質問ですね。珍しくためになったな。ありがとうございます、はい、さっきの東京10区若狭勝さんが出てるところの選挙区の詳細が出てましてね、日経の3面ご覧ください。まあ、これ名前が出ずに、党派なんですけど、東京10区の投票先、まあ、分かります、ね、はい、分かります。でこれは、まあ、比例東京10区の投票移行先を聞いたところ、序盤情勢で、まあまあ、これも、これ東京で放送されてないから言いますけれども、これ若狭さんですよ、はい、ね、序盤情勢だとほら24で、うん、まあ、トップで、うん、22、あと立憲民主が15という、うん、その他の候補を見て、そうです、まあ、リードしてますね。序盤ではあ、まあ、なんとかいけるだろうって感じだったんですが、うん、終盤今どうなってるかというと、自民が29まで伸びてきて、うん、希望が15まで減らす。かなり厳しい。だってすごい応援が入ってるんでしょ、ここ、うん、自民党だから、まあ、ある意味それは造反したまあ、言うや憎き、ね、うん、人物だから、ここはもしかしたら潰せるかもしれないというか、勝てるかもしれないというか、今もう自民も総力戦で東京10区に小泉進次郎さんとか安倍総理だとか送り込んでですね、で、立憲民主が逆に希望をひっくり返しているという状況ですから、まあこれが全体の傾向なのかな。でやっぱこういうネガティブな報道が続くと逆方向に勢いついちゃうということもありますね。いや、そうじゃなくてですね、やっぱりもうなんかかわいそうだなっていう今回気持ちはみんな立憲民主に行っちゃってるわけですよ。なるほどね。で逆に言うと、うん、希望なんかは池に落ちた犬は棒で叩け状態になってるわけですよ。で読売新聞の3面、希望東京でも劣勢ということで、なかなかこの勢いを今日金曜日ですから、うん、金土あと2日でひっくり返せるかというと、うん、ないとは言えませんけど、なかなか厳しい状況。知事選はあんな人気者だったのに、ね、でじゃあだけど自民もね、そんなに堅調かというとそうでもないのは、読売新聞の3面の左のところ、序盤に比べて、やっぱりね、立憲民主と共産と組んだ、要するに希望が立候補してなくて、立憲民主が立って、うんうん、共産が候補者を下ろして野党が一本化されたようなところ、はい、ちょっと左下ご覧いただきたいんですが、ここなんですけど、北海道、新潟、沖縄、自民明らかに苦戦です。で新潟、沖縄に至っては、今もう小選挙区で、新潟6、沖縄4あるんですが、一つもないですね、自民が優勢のところが、はい、全部野党系が優勢になってます。で接戦だったところも今どうも野党の側に、票が伸びてる感じなんで、全国的に与党が調子がいいかというと、まあそうでもなさそうだと。北海道、新潟、沖縄あたりではやっぱ自民が明らかに苦戦しているという状況の中、さあ日曜日どうなるのかな、まあそんな状況ですね。衆議院選挙、あさって投開票。同じタイヤに乗り上げ、中国道で親子死亡。気になる最新のニュース、辛坊さんが分かりやすく解説します。私メールマガジンというところに物欲情報というのがありましてですね、時々なんか衝動的にすごく物が買いたくなることがあるんですが、うん、今日新聞読んでてね、思わず買いたい。普段めったに買えないものが売りに出た。40万円ぐらいから。40万、結構高いですよね。今もう俺もちょっと今すごい悩んでるんだな。買うか迷ってるんですか。何なの。今日じゃなければね、多分買う人出ると思うんです。今日じゃなければ。さあ上からいきます。はい、衆院選いよいよあさって投開票、終盤情勢はということなんですが、心配なのが台風です。台風21号がですね、ご覧のように雲がだんだんまとまってきて、明らかに台風らしい台風に、まあ、なりつつあります。ご覧のようにですね、ぐるんぐるん渦が巻いて目がはっきりしてきました。昨日に比べてだいぶ勢力が強まってまして、ご覧のようにですね、現在中心気圧が965ヘクトパスカル。この後どうなるかというと、
日曜日の午前3時にはおそらく中心気圧935ヘクトパスカルぐらいまで発達して非常に強い勢力になるだろう。で上陸直前にはまあちょっと勢力は落ちるとは言いながらそれでも予想される中心気圧が945ヘクトパスカル、非常に強い勢力のまま日本列島に接近してくる。でいつ近づくかというと、最接近がご覧のように串本の沖ぐらいに達するのが月曜日の午前3時となるとですね、月曜日のこの番組の間ってちょうど直撃を食らっている可能性があるということで、うんうん、今この中心線をたどると東海地方直撃と、いうことになるかもしれません。まだちょっと予報円に幅がありますからどっちに行くのか分かりませんが、で日曜日の午前3時でここですから、まあ、この2つの中間点でいうと、日曜日の午後にはこの辺ぐらいまで台風が来るということになると、うん、当然この暴風圏と強風圏の広さから言うと当然まあ強風圏には確実に入ってくるということで、うん、週末大荒れの予想が出ております。近畿の週間予報をご覧ください。ご覧のように、はい、中部で見てみますとご覧のように土曜日から日曜日にかけてですね、まあ、月曜日にかけて結構な大荒れの天気になりそうだということで、朝日の35面、日曜日の投票日をですね前倒し投票所の変更を検討しているところも出始めていると。基本的にですね、あの投票所投票日っていうのは都道府県選管の判断で投票日を前倒しできると。で別にその地域全体しなくていいということで、この記事にありますように例えば沼島ってどこにあるかというと、はい、地図が出ます。沼島です。淡路島、はい、四国、はい、和歌山、ここに沼島という島がありますけれどもね、結構あのハモで有名です。ハモ鍋の玉ねぎとハモです。牛、うん、し店がある、うん、鍋に、はい、ありますあります、はい、ありますよね、うん、この沼島なんです。人口というか有権者500人弱なんですが、ここがですね前倒しで土曜日、明日もう投票箱が締め切られるということで、明日の夜にはですね、というのはもう日曜日にどうも運べないんじゃないのかという話なので、いうことで、これはたまたま近畿に大阪に近いからニュースになっているだけで、他の地域でも同じようなケースがあって、まあ、優先放送等で周知されるということなんですが、ちょいともう絶対日曜日にしか投票がないと思っていると間違っちゃう可能性がありますから、まあ、ちょっとその辺の情報に注意してください。火曜日に、ね、期日前投票行ったんですけど、ね、はい、25分待たされましたよ。今回ね、理由がよくわからないんですけれども、過去ないぐらい期日前投票の数字が伸びてる。伸びてるね、だからそれがね、どこに有利に働くかが見えない、うん、見えないんですよ。ただね、年配の人がやたら多かったっていうのはやっぱり。あ、そうですか。でね、今回の傾向でも本当にはっきりしてきたのは、年配の人は反自民っていうか反与党の人が多いですね。で、若い人にどちらかというと与党支持者が多いというのがはっきりしてますから、期日前投票が伸びてるというデータからすると、今言われてるみたいに日経の一面ご覧ください。与党300議席迫る勢い保つ、はい、読売新聞の一面も今日選挙の終盤情勢が出てまして、自民勢い維持と出てるんですけども、本当にそうなるかどうかは、まあ、投票箱が閉まってみないとわからないかなっていう、今そんな情報ではあります。ただ確実に言えるのは、与党がどうなるかはまあともかくとしてですね、ここへ来て終盤情勢で読売新聞の3面はっきりと、まあ、序盤ではそこそこまだ結構世論調査で数字が取れてた希望なんですが、東京でも劣勢。それこそ今から2週間前の週刊誌なんてね、見てみますとね、東京25の小選挙区全部希望が取るんじゃないかみたいな見出し出てたし、週刊誌がありましたからね、今もうちょっと希望は東京の25どの選挙区でも、で特に希望というとですね、立党の時の立役者の一人である若狭勝さんの出てる東京10区でも今劣勢が伝えられてるぐらいですから、なかなか厳しいかもしれないなっていうことですね。で読売新聞の2面は、ね、自民全世代に浸透と書いてありますけれども、まあ、先ほどお伝えしたように、まあ、どちらかというと若い人に支持が高いと、高齢者の方が支持が薄いというのが顕著に出てるんですが、ただですね、序盤情勢と終盤情勢の変化を見てみますとご覧のようになってまして、これが序盤、これが終盤ですね。顕著に違いが出てるのがこの希望と立憲民主、ここですわ。あとはね、似たようなもんです。このもう終盤になってくると当然答えないっていう人たちがどんどん減ってくるわけですよ。どこに投票するか決め始めますから。そうするとここが減った分どこに乗ってきてるかというと、まあ、自民が32から33なんですが、まあ、誤差の範囲でしょう。で、公明が7から8、共産が6変わらず、維新が4から5、まあ、小さな政党もちょっとずつ頑張ってるかなという感じなんですが、顕著な差でいうと希望が16あったのが今13まで落ちてきてる。で立憲民主が14だったのが17で、比例ではおそらく立憲民主が希望を上回って野党第一党になるんじゃないのかっていうような今勢いで、こんな情勢の中、まあ、毎日新聞の一面あたりはですね、改憲野党第一党が鍵、
まあ、割と憲法改正に積極的な希望が野党第一党になるのか、あるいは憲法改正に否定的な立憲民主が第一党になるのか、なぜそれが大きな違いがあるかというと、今の自民公明が与党で憲法改正3分の2衆議院で取れれば発議ができるんですが、でも公明あたりがですね、いや与党だけで憲法改正はしたくないとすべきではない、やっぱりせめて野党第一党が乗れるような形でないと憲法改正すべきではないっていう議論があるわけですよ。そうするとその野党第一党が憲法改正に積極的な党なのか消極的な党なのかで憲法改正の行方が全く変わってくるという意味で、まあ毎日新聞なんかは憲法改正反対なんで警戒感を込めてこういう見出しで選挙の構図を伝えておりますが、まあこれについては間違いはないと思いますね。流れとしては産経の2面ご覧ください。ただその、希望にしろ立憲民主にしろなんですが、今消えぬ民進再結集説っていうのがあってですね、でそんなことが可能なのかというと、これがですねある意味よくできてるっていうかよくできてないっていうか、まあこれ主義主張によって全く見方違うと思うんですが、こういうことなんです。産経書いてます。国会法190-2、比例代表で当選した議員が選挙で競合した政党や政治団体に移ることを原則禁止しています、うん、だから立憲民主で通った人が希望の党に行ったり、うん、希望の党で通った人が立憲民主に行ったりはできません、うん、これはできないんです、うん、だけど抜け穴がある。しかし同法には抜け穴がある。今回の衆院選で競合していない政党、あちなみに今のは比例で復活当選した人の話で、同法には抜け穴がある。今回の衆院選で競合していない政党、つまり一人も候補者を擁立しなかった民進党にはどの政党からも移れるんです。あそうで民進党は確かに今回公認候補を出していないけれども、参議院の民進党の人たちはそのまま民進党に残っています。無所属の人たちはまだ民進党の党籍持った人が多いです。となると、でなおかつ今回民進党が選挙終わった後に、ま、希望の党が大勝して次の選挙でも目があると思ったらそこに残るでしょうけど、希望の党が今回壊滅状態になってこんな党にいてももう役に立たないと思った時に民進に戻るということは法的には可能です。で立憲民主もかなりの勢力になっても今後この数でなんとかなどうなのかといったときに、じゃあ参議院の民進、つまり参議院は一人もいないわけですから、立憲民主は現状においては、そうするとまあ民進に戻った方が、国会運営やりやすいと思ったら、立憲民主で通った人がそれこそみんなこぞって民進に行くということもないでもない。でそう考えたときに、実はですね希望が今もう一つ低迷状態で立憲民主が伸びてますっていう話じゃないですか。この2つの党で当選しそうな数を足し合わせると100超えるんです、うん、そうね、今回もしこの騒動がなくて民進だけで戦ってた時に100は多分絶対取れてませんから、うん、結果的に、まあ、分かれてどうやこうやって言われてますけれども、選挙結果と見る限り野党の数、特に旧民進党の勢力の全体像を見ると、実は分裂騒動した方がトータルの数は多かったねっていうことにもなるわけで、なかなかこの辺りの見え方難しいよなっていう。でも前原さんの立場ってのはどうなんですか、ね、前原さんの立場は申し訳ないけれどかなり厳しくなりそうだという、ね、どっち転んでもそれについては間違いはなさそうですね。日経の一面ご覧ください。ただまあもともとですね、私はまあかなり前、希望の党がすごい人気でマスコミにね大騒ぎされてる頃から、今回の選挙でおそらく政権交代まではいかないと申し上げてたのは、経済がかつて政権交代をした時の状況と全く違います。政権交代自民党が矢に下ったのはかつてにショックの直後ですから、今どういう状況かというと日経平均13日続伸ですから、昨日の終値見てみますとついに日経平均が21,400円台と、ニューヨークのダウが上がり続けているということもあります。まあ円安傾向もあるというような状況の中で、さあ日曜日の選挙がどうなるのか、注目をしてみたいと思います。さあ選挙関連ではないんですけど、政治、大きく言えば政治関連なんですが、朝日の一面今日はこういう見出し、一体いつ、まあ、天皇陛下が退位をされて、新しい元号の年を迎えるのかということに関して、2019年1月1日説というのと2019年4月1日説、両説あるわけですが、うんうん、朝日新聞は今朝ですね、ちょっと根拠ははっきりしません、首相官邸幹部が明らかにしたという情報源なんですけれども、これによるとどうも4月1日、即位新元号なんじゃないのか、ちょっとよく分かりません。朝日の3面、しかし新しい言語は何になるのか、もう多分水面下では決まってるんじゃないかと思いますけどね、こういう情報はまあ出てきませんね。さあ
党さんと組んだ、要するに、希望が立候補してなくて立憲民主が立って、うんうん、共産が候補者を下ろして野党が一本化されたようなところ、はい、ちょっと左下ご覧いただきたいんですが、ここなんですけど、北海道、新潟、沖縄、自民明らかに苦戦です。で、新潟、沖縄に至っては、今もう小選挙区で、新潟6、沖縄4あるんですが、一つもないですね、自民が優勢のところが、はい、全部野党系が優勢になってます。で、接戦だったところも今どうも野党の側に、票が伸びてる感じなんで、全国的に与党が調子がいいかというと、まあそうでもなさそうだと。北海道、新潟、沖縄あたりではやっぱり自民が明らかに苦戦しているという状況の中、さあ日曜日どうなるのかな、まあそんな状況ですね。衆議院選挙、あさって投開票。同じタイヤに乗り上げ、中国道で親子死亡。気になる最新のニュース、辛坊さんが分かりやすく解説します。私メールマガジンというところに物欲情報というのがありましてですね、時々なんか衝動的にすごく物が買いたくなることがあるんですが、今日新聞読んでてね、思わず買いたい。普段めったに買えないものが売りに出たんです。40万円ぐらいから。40万、結構高いですよね。今もう俺もちょっと今すごい悩んでるんだな。買うか迷ってるんですか。なんなの。今日じゃなければね、多分買う人出ると思うんです。今日じゃなければ。さあ上からいきます。はい、衆院選いよいよあさって投開票、終盤情勢はということなんですが、心配なのが台風です。台風21号がですね、ご覧のように雲がだんだんまとまってきて、明らかに台風らしい台風に、まあ、なりつつあります。ご覧のようにですね、ぐるんぐるん渦が巻いて目がはっきりしてきました。昨日に比べてだいぶ勢力が強まってまして、ご覧のようにですね、現在中心気圧が965ヘクトパスカル。この後どうなるかというと、日曜日の午前3時にはおそらく中心気圧935ヘクトパスカルぐらいまで発達して非常に強い勢力になるだろう。で、上陸直前にはまあちょっと勢力は落ちるとは言いながら、それでも予想される中心気圧が945ヘクトパスカル、非常に強い勢力のまま日本列島に接近してくる。で、いつ近づくかというと、最接近がご覧のように串本の沖ぐらいに達するのが月曜日の午前3時となるとですね、月曜日のこの番組の間ってちょうど直撃を食らっている可能性があるということで、今この中心線をたどると東海地方直撃ということになるかもしれません。まだちょっと予報円に幅がありますから、どっちに行くのか分かりませんが、で、日曜日の午前3時でここですから、まあ、この2つの中間点でいうと、日曜日の午後にはこの辺ぐらいまで台風が来るということになると、当然この暴風圏と強風圏の広さから言うと投票所の変更検討ということで、例えば近畿圏でもですね、各地の離島では19日までに投票日の前倒しが次々に決まりました。兵庫県南淡路市の沼島、ハモで有名なところね。そうそう、昔よくズームイン朝時代に中継に行ったようなというところですけどね、淡路島の洲本あたりから船が出てるのかな、沼島では島の投票所から淡路島の開票所まで定期船に乗せて投票箱を運ぶ。公職選挙法によると、交通が不便で投票箱を運べない場合は都道府県選管の判断で投票日を前倒しできる。台風が接近する22日は船が運休する可能性があるために、県選管は沼島の投票日を21日に前倒しということで、沼島っていうのは人口、有権者数が429人だそうですけどね。はい、だから沼島の皆さん、投票日が前日土曜日になりますので、はい、お気をつけください。さて、選挙情勢終盤出てますのが読売と日経です。はい、日経ご覧ください。衆院選の終盤情勢、まあ、序盤とどう変わったかなんですが、序盤と顕著に変わっているのが希望と立憲民主ですね。それ以外はあんまり変わってないかなっていう感じです。今与党300議席迫る勢い保つ。ただね、なんか対象って言われてますけれども、うん、実は現有議席よりは自公は減りそうなんですよ。ということで、ちょっとまあ現有がたくさんあるからということもあるんですけども、そうだな、日経の一面見てみますか。衆院の定数自体がまあ10議席少なくなります。これまでの475議席から10減って465議席。
ついこの間まで500超えてましたからね。だからまあそう考えるとだいぶ減ってきたかなという感じなんですが、衆院の定数がどんどん減らされてますので今465議席なんですが、与党の議席占有率は公示前 68.2% だったが今回の調査結果なら 63.9% に落ちるということで、これ重要なのはですね、 68.2% だと3分の2を超えてますが、63.9% だと3分の2に達しない、つまり、憲法改正の発議ができなくなるという、そういう与党の数ということで、まあ、対象って言われてますが、実はまあ、現有議席よりはだいぶ減りそうだという見通しみたいですね。読売新聞の一面ご覧ください。はい、自民勢い維持ということなんですけれども、やっぱりね、今接戦、序盤情勢で接戦だったところが、まあ、優勢になったり苦戦になったりしてるんですが、顕著な変化があるのがやっぱり希望と立憲民主ということで、小池代表の側近で結党メンバーでもある若狭勝さんが出ている東京10区、うん、ここがですね、序盤の情勢では若狭さんが勝てたんです、ところがですね、競り合っていた自民候補に水をあけられるなど小池氏が地盤とする東京で伸び悩みが続いていると。で逆に立憲民主は勢いを加速させていると。同じ東京でね、長妻明代表代行ら3人が終盤になって混戦から抜け出し、立憲民主6人が優位に立っている。比例では希望を上回り、小選挙区選と合わせると希望に匹敵する議席の発議ができなくなるという、そういう与党の数ということで、まあ、対象って言われてますが、実は まあ、現有議席よりはだいぶ減りそうだという見通しみたいですね。読売新聞の一面ご覧ください。はい、自民勢い維持ということなんですけれども、やっぱりね、今接戦、序盤情勢で接戦だったところが、まあ、優勢になったり苦戦になったりしてるんですが、顕著な変化があるのがやっぱり希望と立憲民主ということで、小池代表の側近で結党メンバーでもある若狭勝さんが出ている東京10区、うん、ここがですね、序盤の情勢では若狭さんが勝てたんです、ところがですね、競り合っていた自民候補に水をあけられるなど小池氏が地盤とする東京で伸び悩みが続いていると。で逆に立憲民主は勢いを加速させていると。同じ東京でね、長妻明代表代行ら3人が終盤になって混戦から抜け出し、立憲民主6人が優位に立っている。比例では希望を上回り、小選挙区選と合わせると希望に匹敵する議席数になる可能性がある。ツイッターの人がこういうのはどうして分かるのってなんか質問が来てましたけど、今回ね、かなり選挙区ごとの世論調査、今回の世論調査はですね、電話で実施されてます。有権者が住んでいる7万5336世帯のうち4万5282人から回答を得た。だからすごい大規模調査なんです。通常の世論調査って何百人とかせいぜい1000人2000人ですけれども、この選挙前の世論調査って選挙区ごとに、そのぐらいの規模でやりますから、トータル何万人何十万人規模というものすごい大規模な世論調査をかけてます。ただし、世論調査で本当のことを答えるかどうかは分からない。まあ、そりゃそうですよね。で、これも過去のデータがあるんです。つまり、世論調査をやるとある一定の政治勢力の人たちは組織的に答えるなっていう指示を出してたりすることもあるわけです。そうするとそれも過去のデータで出てくるんで、こういうぐらいの数字が出てくると過去のデータに照らしてここの党派に関しては、まあ、ちょっとこの上率でかけようとかっていう最終的に修正するんです。実はですね、新聞も例えば産経新聞と毎日新聞っていうのは同じ共同通信の世論調査のデータを使うんですが、同じデータを使うんだけれども、それぞれの新聞が記者がですね、それぞれの選挙区情勢を独自に調査してそれを加味するから、だからベースの数字は同じなんだけど新聞に出ている世論調査が微妙に違うことがある。内閣支持率でもそうなんです。だから出ている数字が実は世論調査をした生数字とは違う数字が新聞に出ていることもありますから、それは若干要注意で、そのツイッターの方の指摘はいい指摘だと思います。いい質問ですね。珍しくためになったな。ありがとうございます。はい、さっきの東京10区、若狭勝さんが出ているところの選挙区の詳細が出てましてね、日経の3面ご覧ください。まあ、これ名前が出ずに、党派なんですけど、東京10区の投票先、分かります。はい、分かります。で、これは、まあ、比例東京10区の投票移行先を聞いたところ、序盤情勢で、まあまあ、これも、これ東京で放送されてないから言いますけれども、これ若狭さんですよ、ね、序盤情勢だとほら24で、まあ、トップで、22、あと立憲民主が15という、その他の候補の判断で投票日を前倒しできると。で別にその地域全体しなくていいということで、この記事にありますように、例えば沼島ってどこにあるかというと、はい、地図が出ます。沼島です。淡路島、はい、四国、はい、和歌山、ここに沼島という島がありますけれどもね、結構ハモで有名です。ハモ、鍋の玉ねぎとハモです。すっげー美味しい店がある、うん、鍋に、ね、ありますあります。ありますよね、この沼島なんです。人口というか有権者500人弱なんですが、ここがですね、前倒しで土曜日
明日もう投票箱が締め切られるということで明日の夜にはですね、というのはもう日曜日にどうも運べないんじゃないのかって話なんで、いうことで、これはたまたま近畿に大阪に近いからニュースになってるだけで、他の地域でも同じようなケースがあって、まあ、優先放送等で周知されるということなんですが、ちょいともう絶対日曜日にしか投票がないと思ってると間違っちゃう可能性がありますから、まあ、ちょっとその辺の情報に注意してください。火曜日にね、期日前投票行ったんですけど、はい、25分待たされましたよ。今回ね、理由がよくわからないんですけれども、過去ないぐらい期日前投票の数字が伸びてるんですね。だからそれがね、どこに有利に働くかが見えない、見えないんですよ。ただね、年配の人がやたら多かったっていうのはやっぱり、あ、そうですか、でね、今回の傾向でも本当にはっきりしてきたのは、年配の人は反自民っていうか反与党の人が多いですね。で、若い人にどちらかというと与党支持者が多いというのがはっきりしてますから、まあ、期日前投票が伸びてるというデータからすると、今言われてるみたいに日経の一面ご覧ください。与党300議席迫る勢い保つ、はい、読売新聞の一面も今日選挙の終盤情勢が出てまして、自民勢い維持と出てるんですけども、本当にそうなるかどうかは、まあ、投票箱が閉まってみないとわからないかなっていう、今そんな情報ではあります。ただ確実に言えるのは、与党がどうなるかは、まあ、ともかくとしてですね、ここへ来て終盤情勢で読売新聞の3面はっきりと、まあ、序盤ではそこそこまだ結構世論調査で数字が取れてた希望なんですが、東京でも劣勢。それこそ今から2週間前の週刊誌なんて、ね、見てみますとね、東京25の小選挙区全部希望が取るんじゃないかみたいな見出し出てたし、週刊誌がありましたからね。今もうちょっと希望は東京の25どの選挙区でも、で特に希望というとですね、立党の時の立役者の一人である若狭勝さんの出てる東京10区でも今劣勢が伝えられてるぐらいですから、なかなか厳しいかもしれないなっていうことですね。で読売新聞の2面は、ね、自民全世代に浸透と書いてありますけれども、まあ、先ほどお伝えしたように、まあ、どちらかというと若い人に支持が高いと、高齢者の方が支持が薄いというのが顕著に出ているんですが、ただですね、序盤情勢と終盤情勢の変化を見てみますと、ご覧のようになってまして、これが序盤、これが終盤ですね。顕著に違いが出ているのがこの希望と立憲民主、ここですわ。あとは、ね、似たようなもんです。このもう終盤になってくると当然答えないという人たちがどんどん減ってくるわけですよ。どこに投票するか決め始めますから、うん、そうするとここが減った分どこに乗ってきているかというと、まあ、自民が32から33なんですが、まあ、日曜日の話、はい、日曜日の話です。こういう話もあります。もう台風、朝日の35面ご覧ください。台風接近、戦艦バタバタ、投票日前倒し、投票所の変更検討ということで、例えば近畿圏でもですね、各地の離島では19日までに投票日の前倒しが次々に決まりました。兵庫県南淡路市の沼島、ハモで有名なところね。そうそう、昔よくズームイン朝時代に中継に行ったようなというところですけどね、淡路島の洲本あたりから船が出てるのかな、沼島では島の投票所から淡路島の開票所まで定期船に乗せて投票箱を運ぶ。公職選挙法によると、交通が不便で投票箱を運べない場合は都道府県選管の判断で投票日を前倒しできる。台風が接近する22日は船が運休する可能性があるために、県選管は沼島の投票日を21日に前倒しということで、沼島っていうのは人口、有権者数が429人だそうですけどね。はい、だから沼島の皆さん、投票日が前日土曜日になりますので、はい、お気をつけください。さて、選挙情勢終盤出てますのが読売と日経です。はい、日経ご覧ください。衆院選の終盤情勢、まあ、序盤とどう変わったかなんですが、序盤と顕著に変わっているのが希望と立憲民主ですね。それ以外はあんまり変わってないかなっていう感じです。今与党300議席迫る勢い保つ。ただね、なんか対象って言われてますけれども、うん、実は現有議席よりは自公は減りそうなんですよ。ということで、ちょっとまあ現有がたくさんあるからということもあるんですけども、そうだな、日経の一面見てみますか。衆院の定数自体がまあ10議席少なくなります。これまでの475議席から10減って465議席。ついこの間まで500超えてましたからね。だからまあそう考えるとだいぶ減ってきたかなという感じなんですが、衆院の定数がどんどん減らされてますので、今465議席なんですが、与党の議席占有率は公示前 68.2% だったが、今回の調査結果なら 63.9% に落ちるということで、これ重要なのはですね、 68.2% だと3分の2を超えてますが、63.9% だと3分の2に達しない。つまり、憲法改正の発議ができなくなるという、そういう与党の数ということで、まあ、対象って言われてますが、実は現有議席よりはだいぶ減りそうだという見通しみたいですね。読売新聞の一面ご覧ください。
はい、自民勢い維持ということなんですけれども、やっぱりね、今接戦、序盤情勢で接戦だったところが、まあ、優勢になったり苦戦になったりしてるんですが、顕著な変化があるのがやっぱりあの希望と立憲民主ということで、小池代表の側近で結党メンバーでもある若狭勝さんが出ている東京10区、うん、ここはですね、序盤の情勢では若狭さんが勝てたんです、うんうん、ところがですね、競り合っていた自民候補に水をあけられるなど、小池氏が地盤とする東京で伸び悩みが続いていると、で逆に立憲民主は勢いを加速させていると、同じ東京でね、長妻